じゃあね、そろそろね、次回のメンバーへのね、宿題を出したいと思います。はい、明日の配信メンバーは、じゃ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 ーん。じゃん、たまみです。イエーイ、たまみ見てるかな。そう、たまみ会いたいな。たまみと続くことって初めてかも、乃木曜で。嬉しいな。何がいい？宿題ってどんなん出したっけ？なんか久しぶりすぎて忘れちゃった。どんな宿題がいいですか？うん、歌ってほしい。歌ってもらおう。思い出ファーストでも歌ってもらいましょうか。歌ってくれるかな。最悪って言われそう。伝最悪って。はい、じゃあこちらで思い出ファースト歌ってって、1サビ全部でいっか。半分でいいや、半分で OK。 1サビ半分歌ってくださーい。やーい、たまみー。あ、このちょっと最初のうちに、まず前回の配信メンバーのれんちゃんからの宿題をやりたいと思います。じゃん、たまみへ思い出ファースト歌って、サビ半分。半分でいいの？れんちゃん、もう何やってくれてんだってね、感じですね。もうほんと最悪って思いました。本当にもうめっちゃガビンって感じだった。じゃあもう最初のうちにやりますね。じゃあ行きます。思い出ファーストとこんなところで喧嘩しない、思い出ファーストとロマンティックな時間過ごしたいんだ。はい。ああ、ほんともうデンちゃんにはね、お仕置きですね。ああ、ダメ。思い出ファースト宿題で歌うの2回目なんですよ。なんか前にも思い出ファースト歌ってっていう宿題が出されまして、はい、もう勘弁勘弁。ああ、もう絶対歌わない。青春ってよくわからねえ、青春ってよく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 、やるしかねえ。